アーシャ、いる？あ、マリオンさん、こんにちは。今日もお仕事ですか？私ってそんなに仕事一筋ってイメージ？ごめんなさい、働いてないマリオンさん見たことなかったから。それは由々しき問題ね。そっか、働くだけの女ってイメージか。あ、いえ、だけってことはないと思いますけど。それに働く女性って素敵じゃないですか。一つ昔話をしましょうか。昔、私には同じ部署に尊敬する先輩がいたの。彼女は仕事に生きがいを見つけて、男には目もくれず何年も働き続けた。その甲斐あって彼女はその部署でナンバーワンの実績を積み上げたの。それはいいお話ですね。誰でもやればできるっていう。いえ、その先輩が言っていたわ。結婚しとけばよかったって。なるほど。その先輩に何度も念を押された。あなたは同じ道を歩むなって。これ仕事ばっかりしてちゃダメってことよね。どうでしょう。私にはよくわかんないです。私はまだ大丈夫ね。まだ引き返せる。きっと大丈夫。そうそう、今日はあなたの様子を見に来たんだった。その後調子はどう？私があげた本役に立ってる？はい、おかげさまで。錬金術のこと少しだけわかりました。へえ、やっぱりすごいわね。あんな難しい本を読めちゃうなんて。あの本、私には一文字も読めなかったのに。古代の文字で書かれた本ですから、いきなり読むのは難しいですよ。私はおじいちゃんに古代語の読み書きを教わってましたから。あなたの祖父もかなりの錬金術師だったってことかしら。どうでしょう。私には薬師だって言ってましたけれど。とにかくマリオンさんの本はとっても役に立っています。錬金術のことはよくわかんないですけれど、ある人からももっと学びなさいって。どうしたの？この前のお尋ね者の人のお話ですけれど、私、会ったことありました。本当？どこで？私のアトリエの裏の、あの遺跡でです。あの遺跡で？もう少し早く言っておくんだったわ。あの人、一体何をしたんですか？国が管理している遺跡の盗掘、器物破損、建造物侵入、そのほ、アーシャ、もしあの男にまた会っても近づかない方がいいわよ。一般人に危害を加えたりはしないと思うけど、危険人物には変わりはないからね。でも、そんなに悪い人じゃないって思うけれど。そしてマリオンさん、やっぱりお仕事のこと考えてる。いい匂いがする。いらっしゃい。おや、お嬢さん、来てくれたんだね。はい、パンの焼けるいい匂いに釣られちゃいました。焼きたてのパンには人を引きつける不思議な力があるからね。焼きたてのパンから気持ちのするパンまでいろいろあるから、ゆっくり見てくれ。はい。たくさんあって迷っちゃう。この猫さんパンかわいい。それにこっちの熊さんパンも。食べるのがもったいないくらいです。遠慮なく食べてくれ。パンたちもそれを望んでいる。ちなみに猫さんの中にはジャム、クマくんにはカスタードクリームが入っている。すごい
可愛らしいパンも全部パン屋さんが作っているんですか？そうだよ。食べる人が楽しい気持ちになってくれればと思ってね。こう見えて動物パンは奥が深いんだよ。焼いて膨らむのを想定して生地を仕込むんだ。コツを得得するまでは動物パンではなく怪物パンになったものさ。そうなんですか。よくよく見れば少しずつ表情が違ってますね。あ、この子かわいい。好きな子を選んでください。喜んでもらえて嬉しいよ。見て楽しい、食べて美味しいパンというのが私の究極の目標で。わあ、どうしよう、たくさんありすぎて迷っちゃう。あー、困ったな。食べたいパンが食べられる量よりはるかに多いよ。では私が選ぼうか。初めてのお客さんだし、お代は結構だ。え、いいんですか？でも、これがパン屋の挨拶ってやつだ。遠慮なく受け取ってくれ。え、でもそんな町の人全員にその挨拶をしていたら大変なことになるような。みんなにパンを食べてもらえるならそれで本望さ。ありがとうございます。じゃあ、あの、私アーシャって言います。薬屋をやっています。休業中ですけれど。アーシャさんね。私はフレッド。今後ともごひいきにお願いするよ。はい、また寄らせてもらいますね。パン、タダでもらっちゃった。いいのかな。でも美味しそう。守備はどうだった？はい、なるほどね。失踪したはずの村人の姿が村の花園にあったのね。けど彼らは忽然と姿を消した。はい、ニオの妹の姿もあったんですけれど、私の声は届いてないみたいでした。少なくとも盗賊とか毒ガスとかって感じはなかったです。事件性はなく不思議な現象だけが確認できた。不思議なものといえば、村の花園でキラキラしたものを見かけました。キラキラした不思議なもの？もしかしたら失踪事件に関係あるかもしれません。実物を抑えられなかったの、ありがとう。報酬を用意してあるから持って帰って。いえ、どういたしまして。じゃあ私、失礼しますね。とりあえず、お仕事は完了かな。ニオのこと、もう少し分かったらよかったんだけれどな。マリオン、一つ追加で報告です。先ほどの不思議なものですが、持ち去ったのはキースグリフです。あいつがハロス村に？はい、直接戦いました。おそらく間違いありません。残念ながら取り逃がしてしまいましたが。凛花でも抑えられないなんて噂通りみたいね。まあ他の仕事で手一杯だし、しばらくは放っておくしかないか。次は必ず捕まえます。アーシャ、ちょっといいかしら。あ、マリオンさんですか？どうぞ。アロス村の調査の代行、ありがとう。いえ、あれくらいならお安い御用です。それにマリオンさんからのお仕事はとても勉強になりましたので。
そう言ってもらえるとこの先の話がしやすくなるわ。あ、なんだか怪しい笑み。あらやだ、そんなに構えないで。別に無理難題を吹っかけたりしないわよ。ただちょっと凛花と仲良くしてくれたら嬉しいなって。もちろんあなたのお仕事に影響のない範囲でいいんだけれど。凛花さんと？なんだ、お安いご用ですよ。ありがとう。あの子に必要なのは女の子の友達なの。助かるわ。私が面倒見てあげられればいいんだけど、そんな時間もなくてね。マリオンさん、いつもお忙しそうですものね。現状でも私と凛花で回らないくらいの仕事量なのよね。中央がもっと人をよこしてくれればいいんだけど、まあ人材不足で難しくてね。中央ですか？そういえばマリオンさんってどのあたりの出身なんですか？詳しく話してなかったっけ。そうね、ここからはかなり遠いわよ。ここからはるか西へ3ヶ月ほど行ったあたりが私の故郷なの。3ヶ月、それはまた遠いですね。途中までは交通の便もいいんだけど、道がなくなるあたりからは命がけよ。砂漠を越えて気球、馬車、気球と乗り継いで、怨霊が住む谷や絶望の崖を越えて、どうにかここまでたどり着いたわ。ほんと死ぬかと思った。大冒険ですね。いつかは帰ることになると思うけど、その旅路を思うと今からゾッとするわ。いっそこの町の人になっちゃうかって思っちゃったりするわね。ここは食べ物も水も美味しいし、治安もいいし、のどかでいいところよね。まあ無茶な仕事といい環境、それでトントンってとこかしらね。マリオンさんたちの故郷か。どんなところなんだろう。この世界には私の知らない場所もたくさんあるんだよね。